セル神戸、所属の背番号2番で、那須大輔です。プロ今年で17年目になります。17年のうちにヴィッセル神戸で J1 クラブ6チーム目になります。細かく言うと横浜 F ・マリノスに6年在籍して、東京ヴェルディに1年、ジュビロ磐田に3年、柏レイソルに1年、浦和レッズに5年、それで今現在ヴィッセル神戸に所属させてもらってます。サッカーをしたきっかけは漫画のキャプテン翼を見て、それで影響を受けてサッカーを始めました。で、好きな食べ物はお米お米がすごく大好きで、食べる時には1食で3合とか結構食べます。食べる方だと思います。まあ、趣味は、映画鑑賞だったり、そのアクティブにゴルフ行ったりとか、体を動かす系も大好きですし、結構多趣味だと思います。ミュージカルも見に行ったりとか、感性をこう感じられるものが大好きで、そういうのがすごく自分の中の趣味です。今までプロに入って17年間の中で個人タイトルとしては、横浜 F マリノスの時に新人王を取らせていただきました。それと2000何年かに、ベスト11に浦和レッズの在籍時に取らせていただきました。で、チームとしてのタイトルはリーグ優勝2回、それは横浜 F マリノスの時に2回取らせていただいて、ジュビロ磐田で、ナビスコカップを優勝させていただいて、柏レイソルで天皇杯を優勝させていただいて、あと浦和レッズで、ファーストステージ優勝、セカンドステージ優勝、あとルヴァンカップ優勝と、あと ACL 優勝させていただきました。そんなところだと思います。はい、小さい年齢の時にはとにかくこうサッカーを楽しむことを心がけていただきたいと、もう本当ただがむしゃらに、サッカーをすることを楽しんでもらいたいっていう思いが、若い子たちには、そのジュニアの年代は特に、伝えたいことです。ちょっと中学生年代とか高校生年代になると壁に絶対にぶつかる時が来ると思うので、とにかくそれをもうチャンスと思って、とにかく諦めずに前向きに練習に取り組んでいただきたいっていうところが、中学生年代、高校生年代には特に伝えたいことです。小学校6年生の時に、卒業アルバムに、プロサッカー選手になるって自分でしっかり書いたのを覚えてます。でもそのみんなプロを目指す選手は頑張ろうとしてプロを目指すと思うんで、でもそこでなれなかった選手はいると思うんですけど、全員が全員じゃないんですけど、一つの例とすれば、やっぱりその頑張り方に違いを出せて、それを自分のものにできた選手がやっぱりプロになれる、可能性というか、プロになれた選手は多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、好きになった瞬間は、ディフェンスやってるんですけど、やっぱり抜かれることはすごい悔しいですし、悔しいことの方がサッカーやってて多かったんですけど、その好きになった瞬間っていうのは、その悔しい思いを練習でどうにか挽回して、そのいつも抜かれてる相手を止めたりできた瞬間とかはもう最高にこう高揚しましたし、やっぱサッカーやっててよかったなってすごく思えましたね。それはもう中学校とかそういう時にすごく感じたことで、そういう時から自分である壁を乗り越えた時にサッカーを好きになる瞬間だと思います。はい、嫌いな時って、嫌いな、サッカー自体は嫌いになったことはないんですけど、でも今でもなんでこんなトレーニングやってんだろうなみたいな時はすごくあって、嫌いになるっていうことはないんですけど、そうなんかこう何やってんだろうって笑いたくなる、自分を笑いたくなることはそのすごく何度もありますね。はい、小学校の時は本当にもうチームの練習だけで、プラス本当遊びでの、家の周りとかでちょっとボール遊びで友達と蹴ったりとか、そんな程度でした。で、中学生になってから練習頻度がすごく上がって、もちろんその部活での練習時間というのはあったんですけど、それ以外に
鹿児島のその中学校までの距離があったん でそこ朝6キロぐらいあったんですけど、朝走って行って、朝練して、で授業受けて部活して、その後に社会人チームに練習参加させてもらってたんで、社会人チーム練習して、その終わった後に、また自主練をちょっと30分か1時間して、でまた走って帰る。親にライト照らしてもらいながら。なんで結構中学校が一番やってたんじゃないかなっていうぐらい、もうほんとずっと四六時中サッカーの練習をやってましたね。高校になったら、まあ、鹿児島実業ってサッカーで知られてる高校なんですけど、まあ、練習時間も長かったですし、練習のそのボリューム的にもすごい強度があったんで、まあ3時間から3時間3時間ぐらい3、4時間ぐらいは練習やってたと思うので、それプラス、まあ、僕結構負けず嫌いで、その練習しないとちょっとこう落ち着かないタイプなんで、で終わってから、まあ、ちょっと自主練じゃないですけど30分1時間やるときは結構ありました。はい、小学校の時は身長がすごい高かったんで、小6で170あったんで、自然とキーパーに回されてました大きかったんで、でキック力もその当時あったんで、キーパーでそのゴールキックを遠くに飛ばせるとか、で身長大きかったんで、やっぱ人よりこう守備範囲というかキーパーのとしての守備範囲が良かったんで、キーパーやってたんですけど、練習の時はずっとフィールドの練習しかしてないです。試合の時だけです、キーパー、はい、キーパー好きじゃなかったんで本格的にディフェンダーとしてやり始めたのが、中学校ですね。はい、中学校入ってからもうずっと、まあ、現在で言うと、まあ、三浦和さんの、まあ、プレーというより心意気というか、そのメンタリティの強さというか、年齢重ねても変わらないその気持ちだったり、向上心だったりっていう部分はすごく学ぶところはあります。でそれで、個人的に、ちょっと昔の選手なんですけど、尊敬できる選手はそのイタリア代表のロベルト・バッジョっていう選手がいて、今多分若い方とかあんま知らない人多いんですけど、本当世界的に有名な選手なんですけど、まあ、でも大きなこの怪我を乗り越えて、いろんな挫折を乗り越えて、いろんなものをつかみ取ってって、すごい人格者でもあって、僕にとってはすごく尊敬する選手ですね。はい、まあ、僕の今までの経験だったりサッカー人生の中で、もちろんサッカーだけじゃなくて、その人生の中で世代によってはまあ勉強だったり、大人の方だったその仕事の中だったり、僕が今まで培ってきたものの中の経験をその言葉としてこの YouTube を通して伝える中で、いろいろ感じ取ってもらえて、それを前向きに力になれることがいろんな世代の方にできれば僕はすごく幸いですし、まあ、そういうことが今後この YouTube を通してやっていければいいなっていうふうには個人的には思っているので、自分のやってきたことがその皆さんの少しの力になればいいなと思ってます。動画を見ていただき、ありがとうございました。石あるところに道は開ける、何事も気持ちだと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。那須大輔でした。